も、ハピグルメ案内人のじゅんです。今回は、新潟県スティーバスセンターで、カレーを食べたいと思い今向かってる途中です。そのカレーはね、テレビでも紹介されたことがあるんですけど、まあとにかくうまいらしいです。でスパイスがとっても効いてて、まあ、僕好みなので本当に美味しいのか、まあ楽しみです。行ってみましょう。はい、バンダイ、なんだっけ、シティバスターミナル、着きました。カレー普通盛りです。確かにスパイスよ。確かにこれは食ったことない。座って食いたい。玉ねぎが大きい。僕はね、その確かに今まで食べたことないカレーでした。結構辛めです。ですっごいドロッとして、なんだろうな、口の中でちょっとねばっとするぐらい結構濃度があるというかドロッとしてました。で味はね、ちょっと昔懐かしいカレーみたいな感じで、辛めっていう感じですっごい美味しかったです。もともと蕎麦屋さんってことなんで、だし的なもの入ってるのかな、で野菜は結構大きめに切ってある感じです。だけど味は家で作る感じじゃないっていうか、で一皿480円普通盛り で大盛りでも550円っていう、結構安いんで皆さんちょっと食べに来てみてください。今回もごちそうさまでした。